6になりましたので、そろそろ始めさせていただきたいと思います。本日はお足元の悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。本日の総合司会を務めます朝日学生新聞論争の八木と申します。よろしくお願いいたします。本日の、主催者を代表しまして、新聞労連新建部の橋本真嗣部長よりご挨拶を申し上げます。新聞労連新建部長の橋本真嗣と申します。普段共同通信の外信部で記者をしております。今日は、こんなにたくさんの方に来ていただいてて嬉しい限りです。本当にありがとうございます。主催者を代表してお礼申し上げます。最初に簡単に、新聞労連の新建部というか新聞研究部というものが何なのか簡単に説明させてください。新建部では、ジャーナリズムや報道の使命、その役割について考え議論し広めることを目指しています。一般的に労働組合というと労働者の権利を守ることというのが一番最初にあると思うんですけども、マスコミの論争の特徴としてジャーナリズムの検証や強化に向けた活動に取り組んでいます。このシンポジウムはその新建部の活動の一環です。毎年この時期に一般の方にも参加していただけるような集会やシンポジウムを開催しております。で、今年のテーマなんですけれども、こちらに書かせてもらいましたように官邸会見の役割から考えるというふうに、させてもらいました。この背景には昨年12月首相官邸が官邸記者クラブに貼り出した申し入れがございます。この申し入れの内容は今日お配りしている資料の中にもあるので、ぜひ一度目を通していただければと思います。かいつまんで申し上げますと、東京新聞の特定の記者の行為を事実誤認である、あるいは事実誤認であるというふうに指摘して度重なる問題行為があったと強調する内容です。で、さらに記者会見の意義が損なわれることを懸念するというような表現があったり、記者クラブに問題意識の共有を求める、そういった内容になっています。新聞労連は官邸の行為は記者の質問の権利を制限し国民の知る権利を狭めるもので容認できないと抗議した経緯があります。新建部ではこの問題をきっかけに改めて記者会見の役割を考えたいと思いました。率直に申し上げますと、この問題意識としてはですね、この話がこの、当該特定の記者というのは東京新聞の望月記者を指すんですけれども、問題意識としてはこの話がこの望月記者個人の話として矮小化されていないかということがあります。私たちは、個人の問題、そんな小さな問題ではなく、ジャーナリズムの視点で考える必要があると考えました。今日の登壇者の方々に、竹村さんを、お招きさせてもらいました。そもそも官邸会見は何なのかというふうに考えたときに、やはり官房長官を経験された方の話を聞いてみたいという思いがありました。今日は、遠いところを、ご足労いただきました。本当にありがとうございます。ご高齢にもかかわらず参加を快諾いただいたことを御礼申し上げます。またお忙しいところ、与那さん、林さん、荻上さんにも参加いただけることになりました。こちらもありがとうございます。で、さらにですね、この問題を考えるにあたって、官邸記者クラブの皆さんが実際に何を考えているのかというのがなかなか見えてきていないという実態がありました。そこで私たちは、アンケート調査というものを実施しました。これに33人の記者の皆さんが回答を寄せてもらいました。この33名の方にも心より御礼申し上げます。最後にちょっと南委員長を紹介させてもらいます。新聞労連の南さんです。ご存知の方も多いかと思いますが、なぜ私新建部長という立場で最初主催者挨拶を最初にさせてもらうかというのをちょっと若干経緯がございまして、
で南委員長はこの問題に関して私の認識では半ば当事者に見られているところがございます望月記者、委員長は昨年から老齢の委員長をされているんですけれども、会見場、記者会見の場で望月さんに援護射撃というんですかをされた、ごく限られた記者の一人でありました。で強調もございます。官邸前で一緒に抗議活動をされています。南さんは老齢の中でこの問題の先頭に立ってこられました。おかげで老齢の知名度は上がったのかなと思っております。ただ他方ですね、老齢内で南さんの立ちってどうなってんだとこう議論になったこともあります。まあ議論をふっかけたのは私なんですけどそこでそのこの客観性をアピールというか装うというか何というかために私が最初に挨拶させてもらいました。このシンポジウムは望月記者の支援集会でもなければ応援集会でもございません。まして公開間近の映画のプレイベントでもございません。ジャーナリズムの視点から議論を深めていきたいと考えています。とても固いテーマではあるんですけど、大切なテーマだと思いますので、ぜひ皆さん、今日一日楽しんでいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。では早速なんですけども、今ありましたように、南委員長がもともとは朝日新聞で政治部を経験されていて、官邸会見にも参加されてた立場でもありますので、今日は皆新聞労連の組合以外にもたくさんの一般の方がご参加いただいているので、そもそもその官邸記者クラブって何なんだろうっていうところから南委員長から説明させていただきたいと思います。南委員長よろしくお願いします。どうもこんにちは、新聞労連委員長の南でございます。今日は本当に大勢の皆さんにお集まりいただきましてありがとうございます。今冒頭に橋本新健部長からご説明があったようにですね、私の立場いろいろ疑義を唱えられているかもしれないのでですね、会見のあり方という今の現状という、現状報告から私の役割をスタートさせていただきたいと思うんですが、ちょっとパワーポイントを持ってきましたのでちょっとお待ちいただけますでしょうか。でちょっと座らせて説明をさせていただきます。望月記者の問題で焦点になっている、官房長官記者会見とは、そもそもどんな記者会見なのかというのを、竹村先生に、後で基調講演をいただく前にちょっと簡単に私の方から、説明をさせていただきたいと思います。主催はあくまで官邸記者クラブという記者の側にあります。で平日の午前11時あと午後4時が定刻に大体なっているんですが、平日2回、1日2回行われています。官房長官は政府のスポークスマンと言われてまして、国内の国外の、政策から政局、事件事故、あらゆるテーマに、おそらく後で竹村先生からも話あると思うんですけど、森羅万象がこうテーマになる、そういう記者会見でして、この右側の菅官房長官の写真をちょっとご覧いただきたいんですけど、どんな質問されるか分かりませんので、官房長官は、想定問答紙を常にこう携えてですね、しかも黄色い枠で囲ってあるところはこう付箋が貼ってありまして、秘書官が、いろんな質問が飛んできてもすぐにパッと官房長官が答えられるようにという配慮がされて、それで会見に臨んでいるところです。官房長官には秘書官が、5人程度ついてですね、霞が関のエース級の秘書官がついて、あらゆる情報、その午前午後の記者会見に向けてあらゆる情報が寄せられているというところです。で今は金曜日の午後は、フリーの方も、一部資格が認められた方は参加できるという状況になっています。これは2011年の民主党政権の時から始まりました。で官房長官会見、先ほど、記者会が主催ということでしたけど、どんなルールで行われているかということですが、
まあ、主催権は記者クラブにあって、で時間制限はないというのがまあ特徴でした。じゃあ時間制限ない中でどういう形で終わるのかということなんですが、まあ、記者クラブの幹事を務めている会社が、もう質問がもう 出尽くしたのをこう見渡して、もう質問がないですか、よろしいですかって言って確認をした。でそれに異議が捉えられないことを確認して、こう官邸の方法を報道室長が、まあ、司会役を務めているんですが、まあ、ありがとうございましたと言って、この2つがセットになって初めて、終わる仕組みに今なっています。だ一方でこう誰を質問、誰からこう質問をしていくかという指名権の方は官房長官の方が今持っている状況です。でこの官房長官会見が、変質をしたというか異変が起きた契機になったのは、加計学園問題です。2017年5月17日、まあ、総理のご意向と、まあ、この獣医学部の新設は総理のご意向だったんじゃないかということが書かれた、文部科学省の中にある文書が報道され、でそれで国会で追及が始まりました。でこの5月17日の記者会見で菅官房長官が何と言ったかといえば、あの皆さんよくご存じの通り、まあ、怪文書のようなものだと言って、否定を、文書の存在を否定しようとしたんですね。でこの、まあ、菅官房長官が否定をしたということが、まあ、政府全体のこう答弁ラインになってしまいまして、なかなか、まあ、前川喜平さんとか、まあ、さまざまな現職官僚もいろいろ、この文書は本物だということを証言しているにもかかわらず、政府はずっと文書の存在を認めないという状況が続きました。でそうした中で、登場したのが、東京新聞の望月磯子記者だったと。2017年6月6日から記者会見に参加し始めまして、6月8日の日です。まあ、これは彼女が参加し2回目の記者会見だったんですが、23問ですね、質問を菅官房長官にぶつけて、繰り返しその加計学園の問題などについて、質問しました。でもう司会役の報道室長から、いやもう同じような質問はやめてくださいって、言われたんですけど、まあ、きちんとした答えをいただいていないと思ってるから聞いているんだという形で、まあ、跳ね返してですね、まあ、この23問の質問の直後に政府は再調査を、まあ、せざるを得ないということを決断し、文書の存在を認めるということがありました。まあ、ここが一つきっかけになってですね、でその後に、まあ、基本的に望月記者を標的としたさまざまな規制のルールが設けられているということです。でその後も会見で追及が続く中で、まあ、菅さんのここは質問に答える場ではないとですね、記者会見の場にもかかわらず、じゃあ一体どういう場なんでしょうかというような陳答弁が出てきた中で、まずは、まあ、官房長官が質問者を誰やってるかというのはこう指名権を持ってるんで、ちょっと不都合な記者の質問の順番はとりあえず後回しにすると。で2番目は質問の数を制限するということを始めました。まあ、今まで先ほど申し上げたように時間制限というのはなかったんですけど、時間制限は設けられませんよということは記者クラブの側も主張しまして、そこで編み出されたのが、まあ、公務があるんであと1問2問でお願いしますという新ルールを、2017年の8月のお盆の最中にですね、作りまして、これを適用し始めました。でも公務があるっていうのは、これ勝手に報道室長が公務があるのでって言って、で一体どんな公務があるのかと、しかも官房長官会見という、まあ、最高 あの国民への説明という公務に勝る何か公務があるのかということは、そこはブラックボックスのまあ公務があるのだという、アナウンスが入ると、自動的にもうあと1問2問と制限されるようになってしまったんですね。でさらにはお質問の最中に司会が数秒おきに簡潔にしてくださいというような妨害を始め、
まあ、最後は政府見解に沿わない質問には事実誤認だという主張を展開した。まあ、こういった形で次々に規制を設けてきました。まあ、その象徴が2018年12月28日皆さんのお手元に3枚目の資料をお配りしている反転報道室長の申し入れの文書です。この写真は官邸記者クラブの中で今なお貼られている、写真であるんですが、まあ、その中で官邸がどんな主張をしているかというと、望月記者の質問は事実に反すると不適切な表現だという指摘をし、官房長官会見、まあ、こうしたことが続くと官房長官記者会見の意義が損なわれることを懸念していると、でこのような問題意識の許容を願い申し上げるということで、まあ、望月記者の問題点を、まあ、記者クラブの皆さんも一緒に共有してくださいという申し入れをしました。じゃあこの2017年12月26日の官房長官会見、じゃあ実際どんなんだったかということなんですが、ちょっと映像をご覧いただきたいですね。はい、この次です。沖縄地の方についてお聞きします。民間業者の使用書には沖縄産の国籍岩石とあるのに、埋め立ての現場では今赤土が広がっております。琉球セメントは県の調査を拒否してまして、防衛沖縄防衛局は実態把握できていないとしております。埋め立てが適法に進んでいるか確認ができておりません。これ政府としてどう対処するおつもりなんでしょうか。法的に基づいてしっかりお願いします。この後に対応説明最後でお願いします。はい、はい、関連持ちです。適法かどうか確認をしてないということを、まあ、聞いているわけですね。で粘土分を含む赤土の可能性がこれ指摘されているにもかかわらず、発注者のこの国が事実確認をしないのはこれ行政の不作為に当たるのではないでしょうか。そんなことはありません。それであれば、じゃあ政府としてですね、防衛局にしっかり確認をさせ、仮に赤土の割合が高いのなら改めさせる必要があるんじゃないですか。今答えた通りです。はい、ありがとうございました。まあ、というやり取りですね、まあ、1分30秒ぐらいしかないんですけど、簡潔にしてくださいとか、もう、妨害は7、8回というですね、まあ、すごい光景であったわけですが、でそもそもその今の、まあ、沖縄の辺野古の新基地建設をめぐり、現場に赤土が広がっていると、まあ、これはいろんな報道でも赤土が広がっているというのは現場を見て明らかではないかということで報道されている中で、その赤土が広がっているという表現自体は不適切だと、まあ、要するに政府見解は赤土は広がっていないから、そういうこと以外を使うのは不適切だという申し入れをしてきたので、まあ、それはさすがにおかしかろうということでですね。で新聞農連としては、まあ、ちょっとこの申し入れ自体がなかなかキャッチするのが遅くなってしまったんですが、まあ、2019年、まあ、今年に入って2月5日の日に新聞農連が声明を出しました。まあ、官邸の意に沿わないような記者を排除するような申し入れは、これ明らかに記者の質問の権利を制限するもので、まあ、国民の知る権利を狭めるものだから決して容認できないと。で、まあ、我々としてこの、まあ、先ほど橋本新建部長が言ったように、これ一個人の問題ではないと考えてます。やっぱりこの、まあ、日本の中枢である首相官邸でこんなにこう、まあ、事実をねじ曲げたりですね、記者を選別するような、そういう記者会見のあり方、まあ、そういう対応があると、まあ、悪しき前提となってこう日本各地に広がってしまうことを危惧しているという形で、まあ、こうした会見、不公正な会見のあり方をまず改めるよう強く求めるということの声明を出しました。我々の問題意識はもうこの声明で出した通りではあるんですが、まあ、そうしたことを踏まえてですね、今日はまあ、4方に来ていただいて、まあ、そもそも官邸記者会見の役割何なんだと、でこんな質問制限問題、まあ、かつて自由に質問ができていた官邸の官房長官記者会見で質問制限が起きる背景って何なんだと、まあ、特に権力とメディアにですね、関係性の変化などもあると思うんですが、その辺や、まあ、あと国民や市民に資する記者会見の在り方ってのはどうあるべきなのか、
で、まあ、それを担う新しい時代のこう記者の働き方はどういうことなのかということを議論していきたいと思っています。でそうした中で、まあ、最初に、竹村さんにちょっとお話をいただきたいんですが、これはあの竹村さんが細川内閣で、官房長官をお務めだった時の写真です、1994年の時の写真ですね。93年から94年にかけて、官房長官をお務めになったんですが、まあ、官房長官の、まあ、当時の、会見の時の写真なんですよね、これ同じ日の、写真なんですが、随分やっぱりさまざまな質問が飛ぶんでさまざまな表情を浮かべていらっしゃるあの苦労しながらこう汗を拭きながらという場面もあったのかなというところですが、まあ、まあ今の、官邸とは違って旧官邸の時に、記者会見をされていて、現在の官邸とはちょっと趣が、左側が竹村さんが、官房長官記者会見をやってたところの旧官邸の時の写真です。まあ、現在の官邸と比べると縁台がなかったりとかですね、まあ、いくつか違いはあるんですが、まあ、そうしたこう旧官邸の時代ではありますけど、まあ、官房長官として政府のスポークスマンとしてですね、になってこられた竹村さんにそもそも官房長官会見とはどうあるべきだったのかというのをこうご自身のですね、エピソードを交えながら、最初に基調講演いただきたいなと思っています。じゃあ竹村先生よろしくお願いします。竹村又義と申します。今日は関西からのこのこここまで来ていただいて出てまいりました。もうだいぶ昔の話になりますから大変アバウトでございますが、当時を思い出しながら、20分ほど雑談を打たせていただきます。今南さんのお話がありましたように、まあ、官房長官の記者会見というのは確か制約がないというか、官房長官側から見てもですね、条件がつけられないというか、まあ森羅万象と書いてましたが、まあ世の中で起こっていることを、日本国内に限らず世界中で起こっていることについて、日々質問を受けて答える、その役柄だったと思ってます。当時アフリカなんかの名もない、聞いたこともないような国で事件が起こっても一言感想を求められたこともありました。ですから、だんだん慣れてきますから、まあ要領よく答えることで、ずる賢くなっていくことも当然あるわけですけども、まあしかし心構えとしては、自分の方から制限を設けないで、ありとあらゆることを受けて立つ役割だと、こんなふうに思って、9ヶ月、結構私が細川内閣は9ヶ月で終わったんですけども、9ヶ月間、官房長官という仕事を担当させていただいた次第です。まあ振り返ると、私はその前に、田舎で、市長とか知事も通算15年ほどやってまして、そこそこ記者会見を慣れていました。まあ、議会の答弁もいろんな政党の質問もそこそこ経験を重ねていましたから、やや官房長官としてはそういう経験を積んできた一人であったのかもしれません。もう一つ違うのは、官房長官というのは、まあ、総理大臣の一の子分がなるのが普通です。総理大臣が一番信頼できる、同じ政党の仲間から選ばれるというのが
通常だと思うんですが、私の時はこの子は連立内閣で8つの党派がバタバタっと非自民の党派が連立を組みました。まあ戦後初めての連立政権、非自民の連立政権だったというふうにも言えるわけですが、8会派もありましたから、まあ、社会党が一番大きかったんですけれども、その社会党も相当もうね、数十人ぐらいまで目減りしてましたから、そんな状況でございまして、総理大臣になったのが4番目か5番目の大きさの日本新党という政党の党首の細川さん、官房長官になったのが6番目か7番目の最も小さな新党先駆けの党首の不詳私でした。要するに総理大臣と官房長官は党は違うんです。大小はあっても共に党首ですから、党としてはもう異なる立場で、それが一つの内閣を組んで、一つの仕事をしなきゃならないというこういう状況でありましたので、ちょっとこれは過去そういう例は過去他にはないのかもしれませんが、ちょっと異例であったかもしれません。大体が官房長官というのは、まあ与党の中のまとめ役、大臣同士で、まあ、喧嘩はともかく議論が噛み合わなくなると官房長官の間に入って調整するということが時々ございます。しかし最も大きな仕事はやっぱり内閣のスポークスマンですから、広報官ですから、先ほどもご紹介がありましたように、毎日午前中は11時、午後は4時、どんな会議があっても抜け出して記者会見にのこのこ出かけると、そして無手勝ち中で、演壇に立って記者のさまざまな質問をお受けするという立場でございました。まあ、実を言うとそれ以外にもですね、午後3時頃でコーヒーを出して記者コンという官房長官室でお茶を飲みながら雑談するのが毎日のルールだし、夕方は夕方でビールを出して、これも夜の記者コンラーメン屋行ったりしたこともありますが、ちょっと食べながら喋るという、それも毎日2回ありますから、まあ公式の正式の記者会見2回と非公式な記者コンが2回合計4回新聞記者と毎日朝から晩まで付き合っているということで、まあ時間的にも官房長官の仕事の時間のかなりの部分量を新聞記者が占めていたと、新聞記者への対応が占めていたというのが実態でありました。まあ思い起こしますと、細川内閣は政治改革を実現することが唯一最大の政治目標でありましたが、それはまあ数ヶ月経って紆余曲折がありましたが、今もう実現している衆議院の選挙制度の改革を中心とした政治改革を実現をすることができたわけです。まあ、考えると日本の歴史から政治の歴史から見れば本当に政治改革の一コマ、まあ、第一歩が半歩ぐらいを終始したという程度でありますが、まあ当時のしかし大懸案を一応まあ法律を通して実現をしたということが、仕事です、やった仕事です。それ以外で何やってたかというと、私はもっぱら小田和市川さんと喧嘩ばっかりしてまして、小田和市川さんのことをなんか11というふうに俗称マスコミは称しておりました。小田は一郎さんと市川さんで一一と不調、私がいつも意見が合わないでギクシャクギクシャクしているというのが、まあ裏から見た細川内閣の実態でもありまして、予算編成の時も私と細川さんは当然予算編成は1年間の最も大事な仕事だから
年内に優先して予算は編成しようとこういう考えですが、小沢さん、石川さんは、いや予算よりも政治改革が大事だと、政治改革をまずやり遂げて、それからもう年を越して予算を編成すればいいという、こういう考えだったものですが、真っ向から対立しました。続いて国民福祉税という騒動が起こりましたが、突然、まあこれは、まあ、大蔵省、当時の大蔵省が作ってきた考え方なんですけれども、消費税を国民福祉税と名前を変えて、3% を 7% に上げると、こういう中身、これを突然総理大臣が記者発表、夜中に記者発表するという、まあ、ことになりました。私は明けてアプリでも午前中の記者会見で生意気にも過ちは改めに叱ると言ったから、叱はなしと言わなかったですけど、過ちは改めに叱なんて偉いというか、そういう格言を持ち出して、私が一番大事な主人である細川さんの考え方を否定するようなことをつい言ってしまって、これはこれで大騒ぎになりました。まあでも結局細川さんもその日の夕方撤回をされて、まあこれは一応一晩の騒動で終わってしまったわけですけれども、その背景にはやっぱり大蔵省が絡んでましたし、小沢石川さんがそういう考え方を強引に、推進しようとした、一瞬細川さんがそれに乗ってすぐ気がついてやめたという、こういう一幕でありました。それが終わったらまた内閣改造をやるという話が突如出てきまして、これも小沢市川さんが仕組んだ考えですが、内閣改造といっても結局竹村官房長官を辞めさせるということが目標だったようですが、まあ、これはこれで私も抵抗をして、結局それも不発というか実現をしませんでしたが、まあ、そんなことがあれこれ小沢市川さんと私の対立のようなことが本当は内閣で続いておりました。まあ、政治改革だけはかろうじて一応お曲がりなりにも一応懸案の法律法案を成立させることができたということであります。もっぺん記者会見に戻りますけれども、まあとにかくそんなドラマの中で、毎日毎日記者と対応していくわけですが、まあ結局私は当時も自分の、まあ、性格もそうなんですが、あんまり隠さない、あるいは作らない、構えない、そういう形で、記者会見には臨もうとして努力をして当時いたように思います。まあ、それは今思い返しても正しかったかなと。あまり構えてしまうとこういうあらゆる問題が対象になる記者会見では本当に困ってしまうことが起こりがちだと思いますから、何起こってもいいという割り切りで、まあ、日々対応させていただいたことが、まあまあ良かったかな、怪我が少なくて小さくて良かったかなと、こんな風に振り返っております。それにしても今の菅官房長官ほとんどニュースになりませんね。菅さんの発言って全然、あれ毎日2回やってるはずだけど、見事にあれ記者を巻いてるんですか、記者が巻かれてるとかどうなんですかね。全然ニュース記事になってない、記事になるような質問をしてないんですか、どうなのか実はよくわからないから逆に質問をしているわけですけども、なんか見ようによっては大変見事だなと、何年間も官房長官をやりながら毎日日々記者と対応しながら全然記事にさせないっていうのは本当にそう言うしかない、見事と言うしかないなというふうに思って
遠くから眺めております。以上、ハイズマンで官房長官のかつての出来事を振り返りながら雑談をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。実はここ3枚用意した写真はですね、今竹村先生、竹村元官房長官からお話があった細川さんに対して、過ちは改めしくなかれと言った時の会見の写真なんですまあ様々だった、まあ、こう国民福祉が急に細川さんが深夜の会見で打ち上げて、それは深夜1時とかでしたかね、未明の1時とかそういう会見をやって、午前11時の会見で官房長官が、まあ、総理に、反省を促すというかですね、いう、まあ、歴史的な記者会見の時の写真なんですが、竹村さん、ちょっと最後にお伺いしたいんですけど、まあ、菅官房長官の、ね、こう今の記事にさせないこう会見の、やり取りは見事なんじゃないかという、まあ、いろんな取りようのある発言であったと思うんですけど、実際その今起きているこう質問制限とか、記者の質問を受け付けないというような、まあ、どんどん制限もしていくような、まあ、そういった対応というのはどうお感じになられますか。まあ、いつの時代も政治というのは、まあ、日々変化する、大変ここの日本国の重たい仕事を預かっている立場でありますから、まあ、その政府を代表する官房長官の記者会見というのは話題がないはずはないし、テーマがないはずはないし、マスコミの皆さんと政府側で意見が一致しないことも往々にして起こりがちだと思うからで、激しい議論があってもおかしくない、それが見事だなと言って褒めましたけども、なぜ菅さんの場合、これ数年間しかもこのポストを預かっておられてほとんど記事にならないというのはどういうことなんだろうなと、ちょっと私は消せないからですね、自分の能力ではちょっと理解ができないから、問題提起としてあえて申し上げているわけですが、なんで菅さんの発言はニュースにならないんでしょうね、逆に皆さんにご質問を申し上げているわけであります。この汗を拭いてる画面で思い出しましたが、あれはもう昔の冬のど真ん中でありましたが、2月3日という日は覚えてますが、その日の午前中は私はブラッド細川さんの総理の部屋に行って、これもういつも毎日、まあ、2、3回総理の部屋は出入りしてますから、用がなかったもなくても出入りしてるという状況でありますから、その日も午前中行って、でたまたま立ち話で、消費税はまあとにかくこの私の予算では考えられないねという話をして、それはそうだと、今年の予算で消費税を取り上げることはありえませんねと、細川さんとそういう意味できちっと朝認識を共にしていたんで、ね、そして午後またブラッと行ったら細川さんと2人で話して、ソファに座って喋ってましたら、なんかその時は大変荒々しくっていうか、どかどかと5人の男が突然総理の部屋に入ってきました。およと総理の部屋に入るんだから、普通は秘書官に言うて、秘書官が誰々が来られましたっていうのが普通なんですが、それなしにドンだけでダダーッと入ってきたのは小沢一郎、市川雄一、民社党の米沢隆、それから誰だったっけな、社会党も誰かいたかな、それから先駆けは細野田博之、5人いました。与党の幹事長クラスが5人だって入っていました。それでドカドカッと総裁に座って、
そして総理、誰が言ったかな、市川さんが言ったかな、とにかく消費税をやりましょうと。で、先ほど申し上げた名前を国民福祉税に変えて、当時 3% でしたね。まだ消費税が始まったばっかでしたから、それを一挙に 7% に上げようと、こういう考え、しばらくすると大蔵省の職員がペーパーを作ってきまして、バート総理以外にこう、みんなにこう一枚紙を配って、そこに今国民福祉税構想と書いてある数行の文字が書いてあるだけなんですが、そういうペーパーを配られて、でこの方も最初ギュッとして見てましたけど、その後真面目に真剣にその一枚紙をご覧になってて、最後は福田さんはそれで分かった、やろうという決意をされた。でそれは5、6時間かかって、朝の1時か2時頃になってよっしゃという気になられた。私その時はもう官房長官室で帰ってたもんだから、総理の横部屋にいなかったんですけど、もうすぐに記者会見されて、夜の朝の1時半か2時頃記者会見されて、でそのペーパー通りのことを細川総理が堂々と記者会見でおっしゃった。実はまあ明くる朝、夜が明けて記者会見をされた細川さんがまだ総理官邸の部屋から官邸の部屋へ廊下を伝って歩いてこられて、出てこられるのをじっと僕は先行って待ってまして、で細川さんが来られたらすぐおはようございますと挨拶して、夢のことはなかったことにしましょうとすぐに僕が言うて、細川さんも最初はギョッとしてましたけど、いやいや、とにかくこれ細川さん、これやったらもう社会党は今日中に7人閣僚はもう引き上げると決めましたよと、だから元がないからもうこれで瓦解しますと、社会党が7人閣僚を引き上げたらもうこれで崩壊しますと、新党先駆けも、もう断固反対ですから、まあ、2人の閣僚を引き上げます、まあ、そういうことを申し上げて、だからもうこれ撤回してくださいということをもう少し穏やかに申し上げたんですけど、細川さんもさすが有名記者発表しておきながらではありますけど、それは分かったということになって、それで僕は記者会見に出て行ったんですね。一応細川さんがもう納得した、撤回することを納得したということを知って記者会見に行って、早めちを改めて光さんってちょっと名前になることをあえて申し上げましたけど、まあそれはもう2人の考え方は一応食い違ってはいなかったということを今申し上げているんですけど、そういう前提でそのちょっと言葉は申し上げたわけでした。でその日の夕方、細川さんも正式に撤回という表明をされた、まあ、そういうドラマでありました。話があれこれしました。今の話は非常にその、まあ、官邸の記者会見というのは、まあ、国民に対する、説明責任の場であると同時に、まあ、官邸においてはさまざまな権力闘争と、ね、こうまあ、時々の政局も絡み合った非常にそういう舞台であるという意味では面白い話だと思うんですけど、まあ、竹村さんから提起があった菅さんがあんまりニュースになってないんじゃないかという中で、まあまあ、ニュースになったのでいうと最近でいうと令和の元号の会見で、ね、発表した時の令和おじさんと言われている件と、まあ、あともう一つが、まあ、菅さんの会見で一番注目を浴びているの、まあ、2年前に浴びたのが、その加計学園の問題をめぐって怪文書のようなものだと言って文書を否定した件があったと思うんですけど、これ竹村さんが官房長官だったらば、総理のご意向という文書が出てきて報じられたと、でその時、まあ、官邸としていろんな危機管理も考えなくちゃいけないという中でどう答えられましたか。ちょっとそれを最後にお聞きしたいんですけど。さあ、それはちょっと難しい質問ですね。私も詳細家計森友学系問題はきちっと認識していませんが、まあでも当時の考え方ないし私の性格も含めて、あるいは細川さんの考え方や私の考え方からすれば、
あまり工作はしようとは思わなかったと思いますね。あるものを隠したりないことにしたり加工したりそういう発想はおそらく取らなかっただろうなと思います。偉そうに言いますけども、まあ、それだけぐらいですね。まあ私も官房長官版やってた時に今官房長官会見で嘘をつかれたらば、まあ、それは絶対いけないんだということですごい先輩方にも怒られたんですけど、やっぱりこう官房長官としてもここ会見の場で誤ったことを言ってはいけないというそういう意識はあったんでしょうか。やっぱり白を黒とか赤を青とかいう間違ったことを知っていながら言う、これをいわゆる嘘をつくということ、それは絶対なかったと言えるかどうか知りませんけど、それは避けたと思いますね。それはしかしもう日頃の性格っていうか人生観という生き様でも決まってるこの問題かもしれませんけど、ですから孔子のあの会見の場でそういう言葉の使い分けを白は黒と言ったり、そういうあからさまに嘘をつくことを繰り返したんではもうこれやっぱり信頼なくしますしね、政府の信頼を基本的に失っていくしまうことになりかねませんから、それはあってはならないことだったし、要しませんでしたね。ありがとうございました。まあ、竹村さん最後言われたその政府の信頼っていうところが、まあ、非常にこれから議論をしていく上で、まあ、これか会見の役割を考える上で非常に重要なキーワードになってくると思います。じゃあ、竹村さんありがとうございました。どうもありがとうございました。今一度ちょっと皆さん大きな拍手を。ちょっと準備するんで待ってください。すみません、お待たせしました。それでは、今回その実施した官邸記者アンケートの集計結果というのを報告させてもらいます。詳細はお配りした資料に全て入ってますのでそちらをご覧いただければと思います。ちょっと、もうすごくざっくり言うと、今回の官邸ごめんなさい、ちょっと前段にこのアンケートっていうのは5月17日から31日にかけて過去2年間に官邸記者クラブに所属していた記者を対象としてウェブ上で行いました。過去2年間っていうのは先ほどちょっと南さんからも出てありましたけど、望月記者が官邸に来るようになった時期とほぼ一緒です。で、目的としては官邸会見の役割をどう考えるのか、現場の記者の本音を知ることということです。で、各社の組合に協力を呼びかけて、任意で記者の方には任意なのでよければ答えてくださいという形でお願いしました。で、33人から有効回答を得ました。この33人という数字の意味なんですけど、対象とした
記者というのは、記者クラブで幹事業務を回している社が19社あるんですけども、そこの記者です。あ、そこの組合にお願いしました。で、その19社で大体登録している記者というのはおそらく百数十人ぐらい常時いるはずです。で、過去2年間で33人なので、まあそれなりに集まったと思います。で、ちょっと時間もあれなんで、もうざっくり言いますと、官邸の申し入れに対しては、7割が納得できない、あるいはどちらかといえば納得できないと回答されました。で、それに対して労連の抗議に対しては6割の方が一定の理解を示していただきました。あと、その今ちょっと記者クラブ側はじゃあどんな対応をしたのかという話がどうしても一つポイントになってくるんですが、記者クラブの各加盟社、新聞社がですね、紙面やあるいはテレビの場合番組で個別に反応、抗議ないし批判的に報じられたことはあります。ただ記者クラブとして一致した見解を示すようなことはありませんでした。この対応についてどういうふうに考えるのかというのを聞くと、見解がかなり分かれる結果となりました。で、望月記者に対する批判的な回答も非常に多かったです。これがこの問題をちょっとやや難しくしているところがあると思います。で、最後にその労連に対しても自由に意見を求めたところ、労連はよく頑張っているという答えから、南委員長の退陣を求めるという声までさまざまな声が寄せられました。本当はちょっと説明した方がいいでしょうか。で、アンケートのポイントとしては、2つ目、望月記者を特別に応援する狙いはないというふうに、アンケートを呼びかける際にも説明しました。で、33人が回答してくれてます。このうち14人が今の会、所属している人、19人は、それもこれまで2年間の間に所属したことがある人ということです。で、新聞労連の加盟者は基本的に新聞社です。ただ19社という中には、資料に一覧がございますが、テレビ局、NHK 等も入ってます。そこにも、組合にお願いベースで、依頼文を流しました。で、結果テレビ放送から3名の方が回答を寄せてくれました。男性が多いです。で、ここが先ほど言いました、官邸の主張に納得できるかというところです。納得できると答えた人は1人もいらっしゃいませんでした。で、どちらかといえば納得できるという人が6名、納得できない系の人が21で、7割ぐらいですか、を超えているということになります。で、理由はいろいろ、納得できるということを答えていただいた方、つまりその官邸の主張も一理あるという、そういう意味ですけども、望月記者がこの事実と異なる質問をしているとか、あとは目立つことが狙いだとか、主義主張をアピールする場ではないと、こう批判的なコメントです。で、官邸納得できない、やっぱり申し出がおかしいという人の声は、事実かどうか確認する場でもあるとか、記者を排除するようなやり方は卑劣だとかありました。ただここでもその申し入れは言語道断だが、望月記者を全面的には応援できないという、こういう答えも多かったです。これ今その新聞労連の抗議に対しては賛同者が多かったという先ほどの話です。ここでもちょっと一つ紹介すると、その労連が声を上げるまで問題が表面しなかったということが実際あったと思います。12月に張り出しされがあったんですけども、あまり報じられることもなくそのまま来て、で、抗議、労連が抗議したことをきっかけに紙面化されるということがありました。で、この労連の抗議に、賛同できないという声も多かった、多くはないのがちょっとありました。で、やっぱりやりすぎだという意見で、あとそのクラブの話し合いが不十分なまま労連が先行して行動した印象があるという声もありました。
でこれが、クラブが、いやクラブ側の対応です。先ほど見解が分かれているという紹介したものです。バラバラで支持するというのはつまり、特に一致した見解を出していないことを支持するという意味ですけれども、まあ、各社の判断が一緒である必要がないとかですね。で支持しない、つまり、ここで、あって私がなるほどと思ったらやっぱそのメディアも今見られる側であるということを指摘する回答がありました。惰性で張り出しを、まあ、受け入れ結果的に信頼を損なっているという指摘です。これはあの東京新聞がこの問題を検証する中で記事の中で記者は国民を代表して質問に臨んでいるというふうな説明をしたことがあります。まあ、素朴にじゃあ記者は国民の代表だと思いますかとちょっと聞いてみたところ、まあ思っている人がそこそこいる、どちらかといえば文句含めて私自身としては別にそんな思ってないんですけど、まあなんかすごいなと思いました。あ、それでその望月記者の質問のスタイルで感じていることを選んでくださいというのがあります。これはその質問が長い、あの上から2つが対になっている質問なんですが、質問が長いと思う、あるいはまあ長いとは言えない、やっぱ長いと思うという人が多い、主観的決め打ちであると思うという人が16人いて、とは言えないという人が0、事実誤認が多いというのが10、多いとは言えないというのが0、まあ、批判的な声がやっぱ多い。でこれは自由回答、このスタイル、望月記者の質問スタイルに関する自由回答であったんですけれども、まあ、ある程度の紳士協定を意識するのは必要だと、まあ、そういう声もありました。他方、そのメディアが、批判する、つまり記者を批判するというのは、結果的に自分たちの首を絞めることになるんじゃないかという意見もあります。で個人的にはここから6、7、8と続く3つの質問がちょっと面白かった、まあ、興味深かったんですけど、あなたは長官会見で会社からどのような役割を最も期待されていると思いますかという質問と、会社あなたは読者や視聴者から何を期待されていると思うかという質問と、あなた自身は何を最も重視するかという質問を投げかけました。で回答の項目が全部一緒なんですけど、これがあなた自身は長官会見でどのような役割を意識しているか、まあ、権力の監視ないし政府の方針会見の確認という、まあ、思いつくようなことがそれなりの割合を占めています。でこれは読者視聴者から期待されていること、期待されていると思うことと結構かぶっているんですね。だから記者個人はあの読者の期待に応えようとしているのかなと、ただ会社から求められているのは若干違うと思っているのかなと思いました。権力の監視っていうのはちょっと割合が減って、政府の公式見解の確認という、まあ、私たちの仕事の部分がやっぱりどうしても大きくなっているというふうに思いました。で、官邸取材で体験したこと見聞きした項目があれば選んでくださいという、これも事前通告のない質問を記者会見でして官邸側から文句を言われたが7人、夜回り頼むオフレコ取材で官邸側から特定の記者だけを排除するように言われた7人、まあこういうことがあるということです。で最後に、自由記載で、関係のあり官邸会見の在り方どうあるべきと思いますかというのを自由で書いてもらいました。先ほど一番下があれですね、南院長の退陣を求めて、あとちょっとここでも気になったのはその、番記者以外が質問すると官邸が直
単に嫌がって、まあ、オフレコ取材に影響する、これをすごく危惧されているという方のコメントがありました。このような状況は良くないんじゃないかという指摘でした。あとこれもまあ老練に対して批判的な意見としては、老練は一方的に望月記者の方を持つべきではないというふうな声もありました。でここで、下の2つ、ちょっと下、一番下見にくいかもしれないですけども、やっぱり、いろいろ問題はあるんだけど、その権力の関心のあり方がやっぱり揺らいでるんじゃないかという問題意識、まあ、本質的な議論をすべきだという声がありました。あとこれ最近週刊誌でもちょっと話題になったんですけども、官房長官の夜回りで携帯や IC レコーダーを事前になんか回収袋で回収するんですかっていうようなことをしてるらしくて、それがまあ息苦しいというそんな意見でした。以上です。ご清聴ありがとうございます。そしたらパネリストの皆さんのご登壇をお願いします。会場の皆さんには今日入り口のところでお渡しした資料の一番後ろに質問用紙というのを付けさせていただいています。休憩時間中に回収しますので、ぜひ今回のパネリストの皆さんに、質問してみたいことがあればそちらに記入してください。休憩時間中にスタッフが回収に回りますので、ぜひ何かぜひ聞いてみたいぞということがあればそちらに記入をお願いいたします。じゃあこれから、シンポジウムの、パネルディスカッションに入っていきたいと思います。毎日新聞で政治経由取材の経験豊富の、浦正夫さん、東大の、教授である林香織さん、メディアの専門にされている林香織さん、あと、TBS のラジオのセッション22でも、おなじみの評論家の荻上チキさんのお三方にですね、経営のお三方に、この会見の役割を考えるということで、議論をしていきたいと思います。最初に与良さんからですね、今の官邸クラブインアンケートの結果を踏まえながら、今の官邸会見のあり方、現状についてどのようにお考えになられているのかを、それぞれちょっと10分ずつぐらいで考えているんですが、まず与良さんからお願いできますでしょうか。与良でございます。よろしくお願いします。アンケートの感想ですけれども、想像した大体範囲内だったかなっていう感じがします。逆に言うと、匿名のアンケートであった結果、今日の まさにテーマであります本音と建前っていうのが、相当程度官邸記者のですね、僕も紹介した通り政治記者ずっとやってますから、彼らの本音も分かんないわけじゃないところがあってですね、相当程度彼らの本音というか、あえて同情的に言うと悩みというか苦しみというかものが出てきたのは、僕も経験ありますから分かりますと、こういうことです。ただ、これはどうでしょうかね、少し僕は想像以上だったです。やっぱり望月さん本人に対する不満というか批判というかが相当根強いなというのは、このアンケート結果を見ると、とてもよく分かりました。よってなかなか先ほど司会者の方からもありましたけれども、官邸記者会として内閣記者会として、統一行動を取るのがやっぱり難しいという事情はわからないわけでもないと、こういうことです。もう一つは、これ匿名でやった効果でこういう本音がある程度分かってきたっていうのはあるんだと思いますけども、この人がどこの会社の人かっていうのは分かんないんだよね。ただし僕これここから想像ですけれども、この一言一言のなんか自由に書いてくださいって、皆さんお読みになれば結構面白いんで読まれたらいいと思いますけど、これはきっと朝日新聞だろうなとかね、これ書くのは産経やろうとかね、これは読売に違いないだろうみたいなことを僕も想像できてしまうというようなところが、
あります、要するに社の方針に結局やっぱり従ってる人が多いんじゃないか、逆に言うと、あ、こんなことを書いてたの実は朝日新聞だったかとかですね、あ、これ読売がこんなこと言ってるのかとかっていうのが意見があれば、かえって大したもんだというふうに僕は思うのですけれども、そういう例っていうのはやっぱり少ないかなと、何を言いたいかっていうと、まあ、それはその僕も依然として現役の会社員ですから分かりますけど、まあ、企業に属した組織に属した、記者、企業に属したジャーナリストの一種難しさではあって、やっぱり結局社の方針に従っている人たちが多いのかなという、まあ、ここから想像ですけども、感じがします。逆に言うと、要するに社同士が、まあ、なかなかその方針というか見解が一致しないので、まあ、例えば毎日うちの毎日新聞の場合は、まあ、僕もコラムで書きましたし、いくつかの報道もして、この問題についても報道してきましたけども、まあ、基本的にやっぱりその官房長官に批判的な報道です、しかしそうじゃない社もあるという中で、なかなか統一行動はできないという事情は、まあ、残念ながらよくわかります。ただし、この中の意見でちょっと目立ってるのが、その現場の人たちが俺たちに責任を負わせないでくれと、であるいはなんか俺たちばっかり望月さんと比較されて、癒着してるだとか、何も発言できないだとか言われてるのは俺たちのせいじゃないんだと、会社のせいなんだみたいな意見が結構あるわけですよ。これは本音として僕もよくわかります。これが、まあ、確かにその企業内ジャーナリストの、まあ、難しさであるんだと思いますけど、まあ、これ僕自慢話する、まあ、自慢話するんですけど、まあ、僕はずっと30年間政治記者っていうのは癒着し、政治家と癒着してるということの反論に30年間のほとんどエネルギーを使って、それの反論にエネルギーを使ってきたぐらいのつもりでいるんですよね。で、そうばっかりではないよと。で、まあ、老齢の人たちがちゃんとコピーしてくれません。今日の資料のあと出てますけれども、僕は例えばこれほとんど書いたのは森官邸、森喜朗さんの時の官邸、キャップだった頃に、書いた原稿で、まあ、記者クラブの在り方とかオフレコ取材の在り方であるとか記者会見の在り方であるとか、今日、まあ、先ほども記者会見も見られて、記者も見られてる時代なんだっていうなんか意見がありましたけど、僕も15年も前にそういう原稿欄を書いてるのですよ。で、逆に言うとそういうことをやってきた遺産がまるで継承されてないというね、残念ながら思うんですけど、職業ジャーナリストもこういうことができる、自分のメディアでですね、紙面取って書けると、まあ、僕はコラムニストでもありますから自分でスペース持ってるからっていうところにありますけども、やっぱり自分でできることっていうのもあります。それからじゃあ社の方針と現場の記者が意見が違うときどうするかっていう話ですけど、まあ、僕はもう全く不遜ですけれども、自分の考えに会社を合わせてやるぐらいの根性を持ってるわけですよ。で、僕は社説を15年間以上担当してますけれども、やっぱり自分が間違ってないと思えばどんなことがあっても主張していくと、間違ってる社説、僕が間違ってると思う社説は掲載しないぐらいの、まあ、僕は職業でやってて会社から給料をもらってますけども、まあ、一ジャーナリストとして、まあ、そのぐらいの、まあ、根性は持ってるつもりだと。だから自分たちじゃ何もできなくって、まあ、上の方の判断だという現場の声っていうのは非常によく分かりますけども、できることはあったと思う。で、まあ、やっぱりこれは初期の動作っていうのはまずかったですよね。官邸から申し入れがあった時点で記者会として一応受け取らないっていう意思表示はしたの。いいです。これは受け取れないっていうことは記者クラブの幹事社が言って、まあ、だから申し記者クラブのロジックとしては申し入れを受け取ってないと。ただ勝手に先ほど写真で見せたように、官邸クラブの掲示板に応答室が貼ったと。
だから今も張り続けてるわけだ。ただまあ官邸は2月15日か何日かの答弁書の閣議決定で官邸コラボに申し入れたって、もう閣議決定してるんで、政府の認識は申し入れたんですね。だからまあ最初にやっぱりそれはきちんと文書としてこれは撤回を求めるとか、やあの意見が一致するところっていうのは、そのこういう事実誤認の質問っていうのは問題行為だと激しい言葉で批判してて、これは違うよねっていうことは多分あの各社とも一致してたと思うのね。間違ったこと聞いちゃいけないのか、それを正すのが記者会見だろうっていうのは各社一致してたんで、それはやっぱり内閣記者会としてきちんとそれは違いますよと言うべきだった。で現場でそれができない、先ほど言ったようにうちの会社の方針はとかね、元に言ったら、まあ、うちの社長は安倍さんと仲いいしとかっていうような浮かませんでしたけど、今の笑ってもらいたかったんですけど、っていうようなことを考えてできないということであれば、せめて僕は例えばね、政治部各社の政治部長があの連名でここだけはおかしいですよというふうに申し入れをするとかいうぐらいなことを、まあ、初期にすべきだったとでいうふうに、まあ、思っています。ただしやっぱり、まあ、難しいんですよ、その会社の中での記者クラブ、たまたま官邸にいてって自分はそれだけなんだっていうふうに思うかもしれないけど、やっぱりジャーナリストでもあるんだっていう、まあ、誇りをもっと持ってもらいたいなという感じがします。あと2点だけ、あの先ほど来からの説明の中で、官房長官記者会見というのは質問をさせる、質問者を選ぶのは官邸側というか官房長官側だとこういう説明だったんですけども、まあ、これは別に明文化はされて、いないですよね。昔はそうじゃなくって、阿吽の呼吸で、まあ、次々に質問、僕らの頃はですよ、指名されるんじゃなくって、阿吽の呼吸でこう次々に質問していくみたいな感じでしたね。でこう質問者を指すようになったのは、もういなくなっちゃいましたけど、あれ細川さんの時代から、細川さんがあのアメリカ大統領を真似したくって、はい君、はい君とかってやりたく、そのスタイルをやりたくって、そこから始まったんだというふうに、定着しちゃったんだというふうに思います。でもう一点、まあ、やれることっていうのはいろんなことが、これ、まあ、メディアの方の改革っていうのは、まあ、僕の昔書いた原稿を読んでもらいたいんですけど、まあやれるんです。まあ、未だに思うのは、これも一つで言うと、僕が官邸記者クラブのキャップで、それこそ幹事社だった時っていうのは、あの質問者に、はい、まず幹事社からお、ね、どうぞってやるでしょ、みんな総理 会見の時なんかも。で幹事社からどうぞって質問あの言われただけで、今幹事社って大体誰が使うかって、幹事って誰が使うかって、宴会の幹事ぐらいしか使わないですよね。でそうすると幹事者って言っただけで、あこいつら政治家と記者ってのはつるんでるなっていう、やっぱりイメージになっちゃうと思うんですよ。だから僕の時代はどんなことがあっても幹事者っていうような表現を使わないでくれというふうに、まあ言うとかですね、いうようなこともまあやってました。でまあ後々僕が一番言いたい、今なんでこういうふうな状況になってるかって、まあ、官邸の方がおごりというか、あるからだと思います。あのどんなことあっても菅さんもそうだと思います、許してくれる、どんなことがあっても批判されないメディアがあるというふうに、まあ、あの政権側は、まあ、固く信じて自信を持っているので、こういう前代未聞の対応になっているんだということが言えると思います。で最後にですけど、今日現場の記者もしもあの少なそうですけどいるんだったら、まあ、例えばその今予算委員会全然開かれないって言って、まあ、我々批判するじゃん、して僕も散々批判してます。なんで官邸記者クラブで首相会見を要請しないんだろうと、僕は本当に不思議でしょうがないですね。国会がやらないんだったら記者が聞けばいいわけですよ。で総理の記者会見を要求できる権利は主催者我々ですからある。で僕はあの現場にいた時に、総理があの国会でも話せない時に、何とか記者が、まあ、森さんの時で言えば上の国発言の時ですけども、あの時にとにかく記者会見やれっていうふうに、自分の仕事を潰してずっと官邸側とあの
を折衝して記者会見を、まあ、延々とやるっていうようなことをやったことがある。だから今度の場合も国会に出てこないんだったらちゃんと、まあ、おそらく国会閉会の時にはまたいつものごとく30分で切り上げるような総理会見ってあると思いますけども、まあ、その前に何とか記者会見やれっていうふうに、なんで要求しないんだろうっていうふうに、まあ、思ったりしてます。まあ、ちょっと行ったり来たりしましたけど、そんなところです。はい、ありがとうございました。ちょっと林さんに次移る前に、パーポの準備があれですかね。今のその与良さんのね、その総理会見なんで要請しないのかっていうのは、まさにそういうことだったんですね。今、こう国会でも野党が質問できない国、質問できない、記者も質問できないという状況で、でも我々にはこう質問する舞台を要求する、まあ、そういう権利があるし、まあ、それはある意味義務としてあるんだろうなというところは強く感じますね。では、じゃあ、林さんから次、問題提供いただけますでしょうか。はい、林香織です。よろしくお願いします。ちょっとなんかパワポが違うところ、最初のところからお願いします。はい、私は、先ほど橋本さんからアンケートの読み方がちょっとご説明があったんですけど、私なりに今回のアンケートをちょっと読み解きました。でこの読み解き方は、まあ、多分ですね人数が33人で、そして、まあ、答えている人が百何十人のうちの33人ということなので、これは、まあ、研究者からすると、まあ、答えたい人が答えたっていう、そういうことになるわけですね。でそれは一つの意味があるんですけれども、その意味の中で、個別の自由回答なんかを特に注目して、考えています。あれ、あ、そうか、ちょっと待って、はい、はい、まずですね、この重要なのはアンケートの趣旨説明というのが重要で、ここは官邸会見の役割を考えたいと思いましたというふうにして最初説明されているんですね。でこれを読んでる人もいればいない人もいるんですが、これがアンケートの趣旨説明だということです。はい、私がちょっと考えているのは、この官邸記者クラブというのは一つの小宇宙なんですね。でそこで、まあ、マクロレベルとメゾレベル、まあ、中間レベル、組織レベル、そして個人のミクロレベルという、この3つに分けて考えるという、こういう考え方なんです。でこれはまあ、ちょっと社会学的な考え方で形式的なんですけれども、どういうことに使うかというとですね、例えば他のこういう何ていうかな、分析は皆さんのフランス料理とかお好きな方いらっしゃるかと思うんですが、ちょっとですね、30年40年前まではフランス料理ってクリームがいっぱいあって、すごいこう重い料理だっていうところがあったんですね。それがだんだんダイエットとかその健康志向になって、今はクリームをあんまり使わない、そういう何ていうのかな、ノベルクイジンというか軽いフレンチになってるんじゃないかと思うんですね。それはフランス料理のコックさんたちにとっては非常に大きな転換で、どうしてそれが変えることができたのかっていうような、そういう研究があるんですね。それと同じように官邸記者クラブっていうのは、まあ、昔からある一つの小宇宙なんですけど、それをどういうふうに見ると、今これは官邸記者クラブの転換点だっていう、そういう認識で私はこれを読み解いたという、そういう感じなんです。こうですね、はい。そうすると、まあ、こういう今言ったように、まあ、こうしたいろんなその部分社会がですね、他の社会とどうつながっているかとか、一人の人記者の行動というのはなぜ、ね、みんなバラバラの社でいるのに、なんでみんな似通った行動をするのか、なんでみんな同じような考え方をするのかなっていうのを、まあ、ちょっと考えることができるんじゃないかというふうに思います。でそのためにはやっぱり何ていうのかな、一人の人をね、こう操るためには何かご褒美出したり、あるいはこう怒ったり叱ったりとか、そういうことが、まあ、重要なことになるわけです。でそうするとマクロな部分では、まあ、全体的なジャーナリズムは何であるかとかですね、ジャーナリズムの歴史とか官邸記者クラブの歴史とか報道事業がどんな考え方があるのか、働き方とか、そういうことがあります。
メゾの部分、これは組織とか職業組織の部分なんですけど、ここでは編集局内の業務の考え方とか仕組みとか、記者クラブの中のルール、そして仕組みや文化、歴史なども考えられます。でミクロの部分では記者の個人が仕事としてどういうイメージを持っているかとか、自分の役割意識っていう、そういう感覚があるんじゃないかと思います。この3つが重なって人間の行動っていうのはいろいろな意味で制御されて、人間も動いているっていうのがまあ大きな考え方なわけですね。そうすると、まあ、ちょっと気づいたことなんですけど、全体の6割の人は会社から公式見解の確認や速報、メモ起こしなどを期待されていることを自覚しているということを、まあ、割とこれ、まあ、ちょっとこれは数なんですけれども、これ面白いなと思ったんですね。でそのうちの大多数が割とそれを自分の役割として認じていると。権力の監視はこっち の会社はそこまでないけど、こっちは少し多くはなってるんですが、でも大体ですね、日々の情報収集とか速報とか公式見解、これが自分たちの役割だなと認じながら毎日走って、なんか警戒こうなんていうかな、公式会見をメモ上げとかですねしているわけですね。そうすると、まあ、大体記者クラブっていうのは小宇宙で自分たちの特有の伝統文化があってあるわけですけど、そういうことで毎日毎日いろんなことを仕事しながらも、大体今の現代のいろんな文明文化とかですね、外部環境からチャレンジを受けてるわけです。なんでそんなことやってんのっていうふうに言われて、あるいは与良さんのような先輩からですね、君たち 僕がこういうことやってんのになんでそんなことまだやってんだとかっていうようなことで、いろいろなチャレンジを受けているというのが状況だと思います。ところが、その組織のメゾの部分、そこが非常にこの官邸記者クラブではまだまだ強いんだなということが思います。それは、会社の中だけではなくて、官邸というところ、今私とても驚いたんですけれども、1日に2回も記者クラブの会見があって、しかも何ですか、コーヒー飲んで夜はラーメンとか、もうなんかものすごい長い時間を今はないですけど、今はないですか、コーヒーはない、でもまあそこで一緒に場でいるわけですよね。そうするとそこで官邸側からの圧力があるっていうような自由回答がだいぶ目につきました。これは例えば番記者以外が質問すると官邸側が極端に嫌がり、結果的にオフ取材に影響が出るとか、事前通告のない質問を記者会見でして官邸側から文句を言われた、あるいはオフレコ取材で官邸側から特定の記者だけを排除するように言われた、官邸側から折に触れて東京新聞の記者が苦言を呈されていた、よく質問させていたらオフ懇談から排除されていたことが時間が経って判明したことがあるということで、なんかちょっと違うことをやると官邸から圧力がかかってるんだなっていうことが分かるわけです。で官邸だけではなくて会社側からも圧力をかかってるなというのがあります。圧力だというふうには言えないかもしれないけれども、記者会見というのは非常に儀式的な解釈をしているんじゃないかというふうに思いました。オフィシャルな場、政府見解を聞く、事実関係を速報する、1日2回、長い首相の冒頭発言、こういうような自由記述がありました。そしてその他に過剰の役割期待ということで、政治家の本音を聞き出さなくちゃいけない、スクープが必要だ、1分でも早く速報を出さなくちゃいけない、こういうような記述がありました。そして、まあ、こうした記述の中で見たこの記述をしている人たちの回答者の 70% 以上が20代30代の若い記者で、社の方針に従いやすい立場にいるんじゃないかと思いました。この20代30代の人はきっと昇進も気にするだろうし、将来なんかまあ官邸記者って言ったら日本のなんか一丁目一番地にいるようなことですから、きっと偉くなりたいって思ってると思うんですが、そんな中で昇進を気にして年功序列の社内の中で、まあ、かなり弱い立場の中、弱いっていうのはその人が弱いわけではないけれども、いろんな評価を受ける立場にあると、そういうことだと思います。でさらにその会社と官邸だけではなくて、自分たちのピアグループ同僚からの監視も受けているなというふうに思いました。つまり逸脱構造行動への忌避ですね、キャラ立ち、目立つように質問、喧嘩腰、炎上、突出しすぎという行動への嫌悪、そして長い主観的事実誤認、取材不足、こうした批判を嫌がる、
こうしたことが、あって若い記者たちが未熟さへの恐怖を持っているなというふうに思いました。そして、慣習やルールの遵守をしなくてはいけない。番記者の質問が重要、あるいは政治部と社会部との何か確執、あるいは旧官邸クラブ所属の記者っていうような何らかのルールがあって、そこに対するあの、まあ、なんか気にしているということ、あるいは裏切り者の存在っていうのを気にしているなとも思いました。官邸と内部でつながっている社の存在という記述があって、どっかに官邸と通貨の人がいて、なんかあの作られるようなね、そんな感じをあのこう雰囲気がありました。そしてまあそれが どこまで本当かはわからないけれども、まあ、とにかく厳しい相互監視があるんじゃないかと。それは例えば首相への声かけの頻度を他社や、官邸側から批判された、エンバーゴ破りの批判、携帯電話や IC レコーダーの事前回収などの相互監視、こうした相互のお互いのお互いを気にしているっていう、こういうあのとまあ何ていうのかな、環境なんですよね。でそんな中で、まあ、記者さんたちは、非常にこうジレンマに置かれていて、政治部記者は自分の心情と官邸と会社と老練の板挟みなんだと、なんかすごいのがあのこう感想ですけれども、あるいは官邸記者が望月氏と同様の振る舞いをして社からどんな扱いを受けるかよく考えるべきだ、これも記述、自由記述にありました。あるいは記者は極めて大きなプレッシャーにさらされている、こうしたあの言葉です。ということで、まあ、マクロこういうことでいろいろとですね、あのメソとその個人のレベルではいろんな問題があるんですが、気づくのは記者たちにマクロなレベル、なぜ記者クラブがあるのかとか、どういう大きな社会の責任があるのかということに対しての言及がすごく少ないということが気になりました。報道が国民の知る権利にどう寄与しているか、読者に発信する姿勢も必要、あるいは権力監視の在り方が揺らいでいる、何のために記者が存在しているのか、記者自身が今一度自らに問い直すべきだ、この3つはありましたが、これぐらいしかなかったんですね。ということで、さっきのようないろんなこうジレンマとかですね、そういうことをの中でこうした3つの理念的な言葉はあるにもあることはあるんですが、マクロレベルの変化についてはあまり意識がないということで、私は官邸記者クラブというのは非常に閉じた部族社会の、まあ、そういう非常に相互監視の強い参照システムがあって、その参照システムっていうのはまずはクラブの役割認識、今回の、まあ、記者会見について記者クラブの中で大きな意見、大きく意見が分かれているんですが、それは主要参照先というのは各企業の、まあ、上司と、そして政治システム、官邸ですね、その2つであって、記者がどんな職業かという記者の連帯意識、あるいは職業団体ではないんだなということが、まあ、大体見えてくるような気がします。でそういうことですから、政治イデオロギーに沿った社ごとのクラブ内闘争に陥ってしまって、外部に開かれて理性に根ざしたルールベースで動く記者クラブというのではないんだというふうに結論せざるを得ないということになります。ということで、まあ、取材の、まあ、取材報道の自由として記者は国民の代表だと思う人は4人で、思わないという人が9人ということで、まあ、こうしたマクロな問題について言及したあの考えるという人は、まあ、少ない少数だということです。まあ、そんなことでですね、官邸による申し入れに反応のばらつきもですね、まあ、いろいろあるんですが、申し入れについて、各社の判断で、まあ、あのいいんですよっていう人もいたが多かったんですが、対応すべきだというふうに言った人は、まあ、クラブの存在意義がなくなるからとか、クラブに申し入れられたんだからとか、こうダダダとあるんですが、非常に抽象的なんですよね。クラブが何なのかっていうことについて踏み込んで何か回答してるっていうのはなかったというふうに思います。もう少しです、すいません、ということで、自分たちの仕事を普段からマクロの精度やレベルで結びつけて考えようとする余裕もなくて考えつかないということが、そのパッとしたこういうアンケート調査をするとですね、普段そういうふうな思考が回路がつけられていないから、こういうような回答になってしまうんじゃないかなと思いました。つまり実務優先主義によって現実肯定をし追認することが蔓延してしまっているのではないかということです。ということで、今日私の申し上げたかったのは、この
記者クラブっていうのはこのメゾンの職業の組織とミクロの部分が、まあ、ぐる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 回っているんですが、マクロの部分にあの考えが至らないというところが問題なんじゃないかと思います。なのでこうした部分をもっともっと考えてほしいなというふうに思ったわけです。ということで問われているのはマクロのレベルですが、まあ、なかなか多くの記者は自らの行動の参照点をシャトしたり、あるいは政治のまあいるその場所であって、なかなかこうそこまでうまく考えが回っていかないということになります。まあ、あと他にちょっとあの気になったアンケートの仕方でちょっと気になったことがあるんですが、これはじゃあ後ほどにします。ということで私からの解説じゃないですが解釈は以上でございますと思っています。解説ありがとうございました。まあ、今回の官邸クラブのアンケート結果で、まあ、今日来場していただいた皆さん方からすると、まあ、望月さんのスタイルを支持されている方もそうじゃない方もいろいろいらっしゃると思いますけど、まああのまあ、一見こう批判的と見える回答がいっぱいあることによって、まあ、なんだこの回もう帰ろうかと思われている方がいたかもしれませんけど、今林先生の説明です、ここの官邸クラブというもののこう、まあ、部族社会という言葉が使われましたけど、まあ、その今の官邸クラブの性質みたいなところを位置づけていただいて、まあ、その中で得られた回答を、まあ、どうこれから読み解いて後半のディスカッションに移していくかというところの提示をいただいたと思います。じゃ あの小木雄二さんの方から、問題的にお願いいたします。はい、評論家でラジオパーソナリティをしております小木雄一と申します。今林先生の方からですね、あのアンケートについての説明がありました。で実は大学院で僕は林先生のゼミをゼミというか授業を受けているところもあってですね、めちゃくちゃやりにくいなと思ってるんですけど、いくつか林先生の話を受けて、少しだけ加えたいと思うんですが、あの林さんが、まあ、あの部族社会という形で、官邸記者会見の役割とそれから記者クラブのコミュニティについて読み解かれました。で部族という言葉でもしかしたら中にはぎょっとする方もいるかもしれないんですが、あの社会学などの領域では特定の共通した文化や慣習を持つ人たちのことを、トライブ、日本語で言うと部族というふうに捉えて、その人たちがどんな慣習のもとに行動しているのかということを、それこそメタレベルから本人の、まあ、現実レベルまでいろいろなものを読み解いていくということをするんですね。で林さんが見事な構造化をしていくことによって、社会全体についての社会権の役割と個人ととの役割と会社あるいは読者とのコミュニティ、場合によっては論壇との関係性というのもあるかもしれません。特に最近は例えばツイッター文化圏で特定の論壇に対して記者たちがこう、まあ、目配せをしたりアピールをするというのはそういった仕草も見られたりするわけですね。でそれはフリーランスの記者から、まあ会社員である記者までいろいろな立場の方がツイッターであるとかあるいは月刊誌であるとかあるいはネットテレビであるとかそうしたようなところに対して自分たちはみんなと同じものを持っている記者として参加してるんだというようなそういった目配せをする記者というものも昨今では目立ってきているわけです。そうしたその記者たちの活動というものを今のような仕方で行動化することによって本人たちも実は自覚あるいは自己分析できていないような一つの部族的な慣習というものを浮き彫りにするそのことによって問題提起をすることができるというのが今のその分析だったんですね。で一個だけあの、まあ、ちょっとあの補足というか、フォローをしておくとフォローというのはあのアンケートに答えた人たちのフォローをしておくと今回のそもそもの質問の仕方、アンケートを作った側が実はあのマクロレベルについての意識を聞く項目というものを、まあ、ほとんど設けていないんですよね。今回の、官邸の主張はどうですかとか老練の講義はどうですかとか望月さんどう思いますかとかあのそういった質問になっていてじゃあジャーナリストの役割は変化していると思いますかとかどうできたというふうに思うけれども自分はどういうふうにしかできてないという葛藤はありますかとかこの葛藤とか役割についてもし質問項目があればマクロレベルについてももうちょっといろいろな意見が抽出できたのかもしれません。その点でいうと例えばこの中でも回答に参加した方もいらっしゃるかもしれないんですがいや聞かれたらそう答えたよっていうふうなことを持っている方もいるかもしれませんがそこはやっぱりより、官邸会見というものをマクロなレベルで開いていくようなコミュニケーションの場を作っていくことが必要だということも結果的には浮き彫りにするアンケートだったのかなと思います。で後ほどまた林さんの方からアンケートの取り方についての
意見もあるということだったんですが、僕もアンケートの取り方はやっぱり気になったところがありまして、これは今回のアンケートだけではないんですけれども、そのアンケートを取ることによって、どこまで何を分析したいのかということが少なくとも専門的な知見から鍛えられている、あるいは社会問題をこのアンケートを通じて巻き起こしていく、そうしたようなところまで設計が考えられているとはちょっと思わないようなものというのが目立つんですね。今回 のアンケートもそうですし、時々新聞社で行われるようなさまざまなアンケートもただ数を集める、例えば学校何校あったうちに何校がこういったことを実践してみましたとか、例えば僕の、専門分野ですと学校の校則というのが専門の一つなんですけど、東京都の高校にアンケートを取ったところ、何割の学校が今でも髪の毛の黒染めを強要しているっていうことが分かったっていうのは、そうしたところまでは出されるんですね。でそれ自体はとてもインパクトがあって、何人中何人がそう答えたっていうものはそれ自体すごく意味のあるものなんですけれども、アンケート調査あるいは量的調査というのはそこから先にさらに踏み込んでいくことによって、どんな人がそう答える傾向にあったのか、そのことを分析することでどのようにすればその現状をより良い方向に変えることができるのか、その議論のヒントを探るためのさまざまな地図を描いていく、そんな役割というのが調査の中ではあるわけですね。ですので今回はあくまでこのアンケート、量的調査という形では読み取ることができなかったので、林さんがあくまで質的調査の集合体として読み解いたというところがあると思うんですけれども、より具体的にこうしたアンケートを取る際にやっぱりその専門家の方と連携をしながらしっかりとその分析を通じて問題提起をしていく、つまり賛否が分かりました、これだけの人がこう思ってますっていう、多いか少ないかっていうことだけを決める、誰が多数派なのか誰が少数派なのかっていうことを浮き彫りにするだけではなくて、そこの問題の根幹というのはどういったところにあるのか、例えばですよ、20代30代40代という属性というものが一つ取られていました。でこれ今回30数人なので、分析をこの数字ではできる、することはできないんですが、仮にアンケートを100人は必ず集めるという形で目標を立てる、100人立てれば一応クロスは最低限成立はするぐらいだと考えてください。でそうすると20代の人と40代の人を比べると、20代の人がやっぱりその出世を気にして例えば物言えないような状況があり、でも40代官邸記者に来る方は官職なのかエースなのか僕はそのあたり分かんないんですが、ただその会社の意識というものを、気にせず自分なりの行動をすることがよりできるので、実は40代の方がリーダーシップを取ることが必要だったり、あるいは忙しいような状況になっていると各社の記者たちが交流する機会が減っているのであれば、そうした年代が異なる記者同士が交流をしてジャーナリズム論とかあるいは官邸記者クラブの役割論とかそうしたものを話す機会が少ないのではないか、いやあるにはあるんだけど機能が果たされてないんじゃないかといった、そうしたような問題点というものをよりピンポイントにこう抽出することができるようになるわけですね。なのでこうしたそのアンケートの取り方も含めて、今までその記者たちが試みていたさまざまな取材方法というのが基本的には人に会って話を聞く、でこれは記者の大原則です、誘致朝掛けなどをはじめとして当事者に当てて確認をする、これも重要ではあるんですが、一方で昨今はやはりその調査報道、その中で新聞社やテレビしか取れない数字というのはやっぱりあるんですよ。私も例えば専門家の方とコラボをしていろいろ数字を取るということもするんですが、一方でメディアと一緒にコラボをして数字を取るといったときには取れる数も取れる予算もあるいは、ある種ブランド価値ですよね。朝日新聞として例えばアンケートを取りますっていうものと荻上チキがアンケートを取りますっていうものでは回収率なども全然違ってくるわけです。でそうしたようなその看板を使ってアンケートを行えるという立場にある人たちが具体的にアンケートを取って、ただ100人中何人がこうでしたという数字しか発表しないのであれば、それは大きな機会損失でもあると同時に、より果たせるべき役割というものを自覚していないというような状況から、さまざまなその社会貢献の部分に対してどんだけ積極的にアンケートを取っても、その手法がプアであるということから引き起こされてしまう議題設定のお粗末さというものにつながってしまうところがあるわけです。今回のアンケートについてディスってるわけではなくて、今回のアンケートを取ることそのものはすごくいいことだと思うんですよ。でこのアンケートから見えてくるということは林さんが分析してくださったようにたくさんあります、たくさんありますが、アンケートはもっとたくさんのこと、さらにたくさんのことを浮き彫りにすることができる装置なんです。
ですね。でそうしたような装置 その使い方というものについて、さらなるその課題というものはもともと今のジャーナリズムの中に存在していて、そのアクターである、まあ、ローレンさんがアンケートを取っても実は新聞社と同じ課題を共有するということになるわけです。つまり、まあ、ローレンだけが急に統計上手になっているというわけは当然ないので、そのあたりのある種その課題というのが見えてきたのかなと思います。他方で個別の中身について若干だけ述べておくと、個人は別に望月記者に直接会って何か話をしたことっていうのはなくてですね、イベントで隣になったことあるんですけど、まあ、交流したこともなければ、個人的に特に応援してるとか、ある思想心情が近いなとか、そうしたことは一切思っていません。ツイッターでの行動などの振る舞いを見ても、自分としては特段シンパシーを持つような立場ではないわけです。ただ特定記者の問題にこれを矮小化する力というのが社会に働いているんですね。つまり矮小化してはいけないっていうようなことをわざわざ言わなくてはいけないのは、これはスタンドプレーのあの個人の問題であって、より社会の問題ではないんだっていうのは、ある種切断する力というものを意図的に行使している人たちがいるんですよ。それに対して別に彼女に対してシンパシーを抱かなかったとしても、この問題において、問題提起の場面においては共有するということはできるんですね。連帯というと嫌がる人もいると思うので、問題意識を共有することはできるはずですし、そうした切断をすることによって、では次切られるのは誰ですか、彼女よりももっと上手い質問だったら共感するよというような身振りをしている人たちが、実際に上手い質問をする記者が出てきたとして、実際にその人を支持してくれるのか、おそらくその段階でもまた切断操作が始まっていくわけですよね。だからそうした意味では、個別の批判の中で使われているレトリック、スタンドプレーだとか質問が長いとか、そうしたようなそのレトリックなどから、実は切断されているものは何かということを見抜いた上で、その切断があってはならないということを、マクロなジャーナリズムのレベルから応答していくことが必要だというふうに思っています。ひとまず以上です。はい、ありがとうございました。アンケートの取り方の問題についてはですね、まあ、これはちょっと多少明解させてもらうと、まあ自由会議の中に南一郎退陣求めるという意見もありましたけど、まあ私もいろいろハレーションを起こしておりますので、まあ官邸クラブ委員がどこまで協力していただけるのかというところもあってですね、数を集めることはなかなか自信がなかった関係で、まあできるだけ答えやすいところに絞ったということと、まあそれで、まあ林さんとか本当は知りたかったであろうそのマクロレベルの意識のところ、まあ、その有質問項目もちょっと設定できない、次、まあ、ちょっと自由記述という形で、ね、ちょっと設定してしまったというところが、まあ、そこは私の実力のなさということなので、お詫びをさせていただければと思います、ね、でもマクロレベルは、まあ、ストレートには質問はないけども、国民 の知る権利とかっていうのは聞いているので、ある程度キーワードは出ているので、まあ、ちゃんとした記者でしかも官邸にいればピンとくるはずだっていうふうに私は思うわけです。いや、それはね、なのでストレートにもちろん聞いてないから答えは少ないかもしれない。でもさっき挙げた3つは書いてるので、そこはあれですけども、まあ、荻上さんおっしゃったように、やはりもう少し人数を増やすっていうのはね、やっぱりできるんじゃないかと思うんです。これは研究者でも難しくて、新聞社とか当時そのマスコミ社しかできないんですよ。マスコミの人って本当に質問とかアンケート調査に協力していく、なんかすごい秘密主義っていうか、いやそれは広報室通してくださいとかでなるので、やっぱりローレンっていうところでそういう温度をとって、きっちり客を回答率を上げたものをきっちり取るっていうことはすごく重要で、そこからいろんなことが分かるっていうのは荻上さんの本当にご指摘の通りかと思います。ごめんなさい。まあ、そういう意味でちょっと、まあ、今回その回答した人は、まあ、ウェブアンケートになってるんですけど、これもう労組からの政治部にかなり限定的に、アドレスを渡して、答えてもらってるので、まあ、ほぼ外部の人は混じっていないであろうというところ の, まあ、そういう意味でのこう正確性というか不純なものは混じってないというところは、注意しながらやってきたものではあるんですけど、まあ、やっぱりちょっと数としてはどうしても、まあ、30兆、まあ、30は超えたいという思いでやってきたんですけど、まあ、その限られた中の数なので、まあ、ちょっと後半の議論の中ではまあ、その中の自由記述のところで、まあ、いろいろその今官邸クラブで置かれている状況について、
率直なところが書かれているところがあるんです。それをベースに、議論していければいいなと思ってます。で、南君弁護するわけじゃないですけど、僕なんかの感想ではよくこれだけ集めたなっていうのが僕の感想よ。で、経過としてプロセスとしてなかった、このアンケートには答えるなって上から言われた会社が出かねないぐらいの最近は状況だっていうことを、僕はむしろ危機感を覚えるので、このアンケートなんかに答える必要ないという横やりは入らなかった。そこはですね、それはある意味真剣部長の橋本さんが相当いろいろ根回しをしたようなので出なかったようです。実際には今の我々を巡る状況っていうのはむしろそのくらいの危機感を僕は覚えるぐらいの感じで、本当に与良さんおっしゃる通り、そのぐらいの締め付けがあるような状況下の中でも、ちょっとだけ補足します。私がアンケートを作ってお願いをしました。一番簡単なやり方、アンケートってやっぱり分母が大切なので、対象者が何人いてそのうち何人が答えたのか、当たり前ですけどそれが一番基本的なところになるんですけれども、正直それすら固めるのが難しいのが官邸記者クラブだったんですね。で、一番簡単なのが今の幹事社の人にお願いをしてそれで配ればいいじゃないかって最初思ってたんですよ。特に老連がどうとか老素がどうとか思ってたんですけど、社内でいろいろ聞いてるだけでも、もうそれはもう無理だと分かったわけなんですね。で、社内でさらにいろいろ聞いて回ってサジェスションを受けたのが、老連が炭素を通じて呼びかけるやり方が、ある意味ギリギリだったんですね。そうすると別に会社が介入する余地も、組合が勝手にやってることだからということになるし、答えたい人は答えると。で、アンケートの質問も考えたのも私だと、南さんで考えたんですけど、やっぱりそもそも答えたくない人がたくさんいる中でどう答えるかと。で、目標は本音を知ること、その傾向とかなんやかんやはもはやちょっとついでみたいなところが正直あって、実際何を考えているか、自由回答をいっぱいしてもらいたかったというのがありました。いろんなところで、不足はあるんですけど、で30で目標は個人的に30人となんとなく思ってました。百数十人常時いるところで、30人がギリギリかなと。で、何度も見かけたんですよね。で、それで集まったのがこれでした。で、これをじゃあ例えばもっと時間をかけたらさらに増えたかっていうと、正直そんな感じも正直しなかったのが以上です。ちょっとそんな状況下でもこうアンケート回収だったんですけど、ちょっとこれから休憩を一旦、3時半までですね、ちょっと10分間挟んで再開をしたいと思うんですけど、荻上さん最後にあったように、スタンドプレーだという言い方で切断しようとする、そういう動きがある中で、今回のアンケート結果でも、その辺が、ある意味率直に出ちゃった結果だと思うんですよね。ただ、これからちょっと議論の中ではやっぱり望月さんのを巡る問題っていうのは、これ真剣に最初の感情を表現するのはもう本当に、アンケートでまず率直な気持ちを出してもらうのは、それ非常に大事なんですけど、そこをさらに突き詰めて、じゃあどういう問題があるのか、我々何を乗り越えなくちゃいけないのか、そこを乗り越えることによって初めて次の、記者の言い方であったり、官邸権力が肥大化する中でのロールモデルみたいなのが出てくると思うので、その辺をちょっと後半へ突っ込んでお三方と議論をしていきたいなと思っています。じゃあ、一旦休憩入りますので、その間にちょっと、パネリストの皆さん方で、聞きたいと質問したいという、後半に質問コーナーも設けますので、質問用紙の方も、ご希望の方は回答いただければと思います。じゃあ一旦30分まで休憩に入りたいと思います。